皆さん、こんにちは。伊藤塾塾長伊藤誠です。受験生の皆さんへのメッセージ第255弾になります。えー、まずは9日に袴田事件、検察側が上訴権を放棄したということで確定をしました。逮捕から58年、やっとこれで無罪が確定ということですね。まあ、この後、国家賠償、刑事保障国家賠償というふうにまた議論は続いていくんだろうなと思いますが、 ま、異例の検察側の記者会見がいろいろとありました。まあ、検事総長による控訴断念の談話。その他にも、まあ、これは静岡地検、地方検察庁、それから東京高等検察庁、さらには最高検察庁、まあ、それぞれが相次いで記者会見説明をするという、まあ、かなり異例の事態だったようです。特に最高検、 においても検察庁は別にやはりこの証拠の捏造を認定されている時は具体的な根拠がないと判決内容には不満を抱かずるをえないということでかなり強い不満を示していましたそれから最高検においてもやはり判決に納得したから控訴しないという誤解は避けるための異例の対応として、まあ、談話などが出たという、まあ、そんな説明です まあ特にやはりここでは証拠の捏造という指摘は全く合理的でないと特に検察官の名誉にも関わることだということでその検察の名誉はプライベートそれをかなり重視した談話かなと思います。そして静岡地検はそれに対してもう談話の通りそれ以外はコメントを控えたいということでかなり控えめ。まあ、その 現場というかな、下の方はかなり控えめなんですが、上の方に行くに従ってやはり検察のプライドだとか名誉だとか、まあ、それをお前面に出した、そんな会見、意見であったようにも思います。でこのの検総長の談話ではやはやり ごての衣類が捜査機関の捏造だと断定。検察官の関与も示唆したが、何ら証拠が示されていないじゃないかと。で、ここで、捏造と断じたことには強い不満を抱かざるを得ないという、まあそんな指摘です。やはりそこを納得したわけではないぞ。捏造なんかやはりないんだと。その証拠はないぞということを最後までまあ言って、 いいいたいとといううことなんでしょうねにもかかわらず控訴をしなかったという点については袴田さんが相当な長期間法的地位が不安定な状況に置かれていたことに思いをいたし熟慮を重ねた結果控訴でその状況が続くことを相当ではないと判断したと。まあ、こののさんの状況などから 納得ができないけれども構造はしないという判断だということです。最高権として最新請求手続きが長期間に及んだことなどについて証用の検証を行いたいということですが、この談話の中には。 最高権の、ね、ごめんなさい検事総長の談話の中には取り調べが極めて非人道的なことが行われたことですとか証拠開示がなされなかったことですとか本来の刑事責任を追及する刑事手続きの適正化という点からはかなり問題がある事態だったんですがそれについての言及は一切なしなんですね。でですかかららこれから本当に見て検察内部で しっかりと刑事手続きの適正化を図る本来の信頼される検察を作り上げるための検討が真摯に行われるかどうか疑問ではありますけれどもそれでも若干わずかであっても期待したいなというふうには思っていますで。まあ、無罪が確定したにも変わらず 身体拘束を受けていたわけですから憲法40条が保障するところの刑事補償これを袴田さんは受けることが可能になりますこれは憲法で勉強するように国家賠償損害賠償ではなく刑事保障なんですね保証ということですから仮に国の適法行為であったとしても、まあ、今回の捏造がなかったとしても警察検察裁判官の違法行為が仮になかったとしても 国家の適応行為であったとしてもそれでも無罪判決が出た以上は刑事保障を受ける権利があるというのが憲法40条なわけですね。でこの刑事保障法に基づいて1日あたり最低1000円から、まあ、最高1万2500円だったかな上限で1万2500円なんですね。 時間割をするともう本当に520円ぐらいでしょうかね、まあ、極めて少額ですこの金額自体は4回ほど改定はされてきてはいるんですが1992年の改定が最後で、まあ、現在まで変わらず上限1万2500円、まあ、仮にこの上限で計算をしたとすると2億円を超える金額の刑事保証を受けるということにはなるのですけれども、まあ、極めて過酷な人権侵害を受け そして生活実際にはもう本当にほとんどの人生を、まあ、これは公禁されたままそして精神を病んでしまうほどのひどい集中を受けてきたわけですそのいわ、まあ、ば対価というか保証が2億円ちょいということなわけですから。 仮に国家の適法行為であったとしても警察は検察違法行為がなかったとしてもそれでもあまりにもこれは少額見合わない金額ではないのかやはりこの点は見直しが必要だという,ふうには考えます。そして一方で国家賠償 やはりこの捜査の違法な捜査証拠開示等の手続きも含めながらですけれども、うん、ましてや証拠の捏造ということが認められるということになるとこれはもう明らかに国家賠償請求の対象になり得るんだろうと思いますからこの後 この捜査の手続きが果たして適切だったのかどうなのかとその点に違法性はなかったのかどうなのかこれがまた今度は国家賠償と民訴訟の手続きに場を移してまた大きく戦われるということになるんだろうなと思いますですから、この検知総長のの談話のようにまあ不満だと検察側は捏造なんていうのは不満だということなわけですから。 うん果たしてこの点のところの解明が進むかどうか、まあ、あまりにも、ね、時間が経ってはいるところですけれどもより良い刑事訴訟手続きのためのおやば一歩になればなというふうには考えますさて、総選挙ですね、えーまあ、この総選挙なんですがうん与党の側もお、まあ、公認問題だとかいろいろ揺れているところでありますが野党の方も 小選挙区ですからその選挙区から1人しか当選しないということはあいわば与党側の候補と野党側の候補一騎打ちになれば、まあ、かなりこれは賞賛があるところなんですが野党共闘でその野党の候補者を1人に絞り切れるかというと、まあ、急に解散・総選挙が決まったことゆえにも、まあ、それの理由もあってなかなか野党共闘が難しいとなると。 やはり政府・政権批判票が各党に分散してしまいますよね、まあ、残念ながらその結果政権交代も含めてなかなか野党にきちっとした批判票で批判していくことができないということになりかねない、まあ、そういう意味では野党の方も、まあ、これは試される選挙なのかなとは思います。 え、まあ、少陽性で大同、お、につくことが果たしてできるのか、どうなのか。この野党の方も、まあ、国民から。 いろいろと見られている、評価されるということなんだろうなと、その器の大きさをぜひ示してほしいというふうには思います。いずれにせよ、多様性が確保され、寛容な社会になるような、そういう方向に政治を進,んで進めてもらえるような、そしてもちろん憲法価値を実現する政治を進めていただけるような、そんな候補者を応援したいというふうには思っています。日の夜に 首相官邸で記者会見をしてこんなふうに述べています国民に信を問い信任を得て新政権の掲げる政策に力強い後押しをお願いしたいまあ残念ながらあ当初 この石破さんが主張していたような、まあ、十分な例えば予算,審議予算委員会などでの議論もして各大臣の考えをちゃんと示してというところで国民が判断をする政策的な判断をするその素材を十分提示してからの解散・総選挙には全くならなかったわけですねですからこのように信を問い信任を得てということですがその信任を与えるその材料が何もない段階で いわば投票をして支援を与えるということになるとこれはいわゆる国民投票というところのプレビシットいわば人気投票の意味合いしか持たなくなってしまうということになります。ですから信任を得られたとまあ何でもその信任を得られたんだから。 結局具体的な個別の政策というよりはこの石破政権がいること全てにえば国民から信を得られたんだと言ってぐいぐいと強権的に何か物事を進めていくということになったらこれはもう選挙の意味がないなというふうには思うんですね。 石破、まあ、首相、このプレビシットの様相にならないように本当にしてほしいなと思いますが、まあ、首相の,その所信表明演説への代表質問そしてそれへの回答というところでも例のアジア版などの話だとかそれから、持論であるところ憲法9条2項の削除という憲法改正についてだとか、まあ、この辺りのところはこの持論を引っ込めて。 とというところは私は、まあ、ほっとしたところであるのですが、えー、女系天皇の部分だとか選択的風別性のいわば推進だとか、まあ、そういったところまでかなり消極になってしまうというのはとても残念です、えーまあ、こういったところについて一議員と一国の首相の立場の違いというものを強調して、まあ、具体的な説明を避けてしまいましたですから一議員として今までは主張してきたんだ それが一国の首,首相になったらあ、まあ、そうはいかないよね、まあ現実問題では確かにそうなのかもしれませんですが一議員として理想を掲げてきたのですからそれを実現すべく首相になったわけですから。 まあ言えばその理想に向かってそれを引っ込めてしまうんじゃなくてねやはりそれはしっかりとそれを目指して地道に一歩一歩前へ進めていっていただきたいなと特に選択的風別姓ですとか女性天皇問題ですとかね、うん、そういった人権や平等一人一人を幸せにしていくそういう施策についてはぜひいろんな反対の声もあるかなと思いますが、うん、前に進めていっていただければなと思います。えー、決して今回自民党の議議員員例えば、うん、その裏金議員と言われるような人 選挙で当選したからといってそれでこれまでの問題が全部チャラになってしまうと何もなかったことになってしまって正当化をされるというわけでは全くないですよね選挙でいわばみそぎなんて言ってますがそれをくぐり抜ければもう何でもありといういわば選挙至上主義とでも言いましょうかね選挙で勝ったんだからもう何でもいいじゃないかというようなものは本来の立憲民主主義ではないわけですね。 なりいくら選挙で多数派。 になったとしてもそこれこそが立憲民主主義、立憲主義なわけですからその立憲主義で歯止めをかけるそこの憲法的な統制それだけではありません特に金融政策については日銀の独立性というのも必要ですしさまざまな憲法問題や法律問題に関しては最高裁が政治的な忖度などをしないでしっかりと法的なそして憲法的な判断をするという最高裁の真の独立性。 そして、できれば内閣の中の内閣法制局今はなき内閣法制局なんていうふうに10年前から言われるようになってしまいましたけれども内閣法制局の独立性そしてこれはやっぱりおかしいということをしっかりとえまあ内閣の一機関ではありますけどねその政権担当者にそういった指摘ができる内閣法制局の,事の自治的な独立性そういったものによって立憲主義の構造をしっかりと 選挙に勝って選挙で勝って民意を反映してぐいぐい前へ進むということはとても大切ですがそれに対して立憲主義の観点からきちっとブレーキをかけるというその立憲民主主義という政治体制それこそがバランスの取れた政治の運用運営だろうなと思いますからそれをしっかり意識した政権を運営してもらえればなと思っています。そして総選挙なわけですが 残念ながら、一票の格差が開いいててしまっていまっす非人口比例選挙に、今回の選挙もなってしまっているので、まあ、これはおかしい、憲法違反でしょうと。 有権者の多数が国会議員の多数を選ぶという人口比例の選挙当たり前な民主主義がここで成り立っていないということですからこれはもういつも通りではあるのですが選挙の翌日には選挙無効の訴え全国すべての 小選挙区で原告を立てて全国で提訴をします、まあ、その予定で今準備をしているところなんですが今回も衆議院のこの選挙で2倍を超えてしまうような0.5票の価値すらないそういう選挙区が8つ現時点で8個もあるわけなんですね鳥取一区の皆さんたちは自分の一票で例えば石破さんを国会議員に送り出せる。 ところがこの8つの選挙区の皆さんたち特に九州福岡の方だとかもうそうなんですが宮城なんかもそうなんですが2人束になって同じ候補者に投票しなければその人を国会に送り出せないというわけですよ。1票の価値が半分以下しかないよね2倍 万ならばいいいじゃななですかなんていう人もいますがじゃあ0.51でいいのかこれもおかしな話ですですがこの2倍という基準は法律で一旦定まっているものですからうん少なくともそれは違法であり違憲だねということははっきり言えるんだろうなと思います今回は鳥取1区これを1とした場合には福岡5区福岡3区茨城6区京都6区福岡2区北海道の2区宮城の2区愛知の12区 まあこういったところで2倍以上、すなわち0.5票の価値すらないと。半分の価値すらないぞと。 ととといいううののがここれらの区域ということになります、えー、まあ今でもこの一票の格差の議論をすると、まあ、これは地方の切り捨てになるのではないかみたいなことをいまだに言う人たちいるんですが地方と都市部の争いじゃ全くないということはもう子ども何度も皆さんにお話をしてますからね法律を勉強される皆さんならばもう十分理解していただけるかなと思いますが例えば鳥取一区と茨城六区とか宮城の二区だとか。 えーまあ、北海道もそうですけどねそういったところがい、うんまあ、わば、うんまあ、2倍以上であり0.5票の価値すらないというわけですから東京や大阪の都市部の人間が割を食っているというだけじゃないぞということそれもしっかり事実として、えー、理解をしておいていただければなと思うんですね。 2016年に区割り審の設置法があ選挙区割りの確定審議会設置法という法律これは改正されています、まあ、それまでその設置法では、うん、この2以上にならない、えー、最も多いところと少ないところ要するに2倍以上にならないことを基本としというふうに書いてあったんですね。以、うん、以上2倍以上倍なならないことと基本とする というその設置法を法改正をし、まあ、今回十増十減ということになりましたがその法改正をして基本とするの基本とするをなくしましたで 2, 以上 2, 2倍以上とならないようにするということをはっきりしたんですね今までは2倍以上ならないことを基本としてその基本というのを削除して2倍以上ならないこととすると。 2以上にならないこととするというふうにはっきりと断定をしました、まあ、この法律にも違反しているということが明らかだしそして、この設置法を受けて。 公職選挙法が改正された2022年の改正された公職選挙法に付帯決議というのがついているんですがこの付帯決議のところではこの法律は2022年の選挙法の改正付帯決議ですこの法律の施行後においても国会議員を選出する選挙制度は重要な課題のため不断に見直していくべきものであり人口減少や地域間格差が拡大している現状を踏まえつつ立法府の在り方を踏まえ議員定数地方の事情を反映した選挙区割りの在り方に関し国会において抜本と 的な検討を行うものとすると、2022年言ってるんですが、一切その後もまあ検討はなされていません。で、まあ当然のことですが、特に地方などはどんどん人口減少。47都道府県の中で東京以外は皆人口減少になっていってるわけですね。いかれば格差はどんどん開いていってるわけですから、これを放置していいわけがないでしょうということです。 でまあ、今回、ね、289すべての小選挙区に原告を立てて選挙無効の裁判をやっていくところではありますけれども11ブロック制というものにすればもうこれはほぼ人口比例にまあるか,か。 人口比例のが可能になるんですねそういう,う、まあ、実現可能な手段があるわけですからあとはそういう手段をきっと取るということを選択するでそのためには最高裁がきちっと意見判決を出すということを明確に意見判決を出すことが重要必要かと思いますその最高裁なんですがこの総選挙の際には最高裁判所の裁判官の国民審査というものが行われます この人は裁判官にはさわしくないという人に抜点をつけるんですねで、今回私たちは誰に抜点をつけたらいいのかとこう考えてみてやはりこの一人一票人口比例選挙というものをに前向きではないそういう裁判官 やっぱ非人口比例選挙でいいんだという裁判官はこれは許し難いということで罰をつけるべきではないかということでこんなホームページの上にはこんな形のものを示しています。 今回初めて国民審査を受けるそういう裁判官も6人なんですけれどもこの中でこの1票の格差が3倍以上開いたこれは参議院選挙のところでありますがそれでも違憲状態ではないと言った人はこの今先裁判官だけなんですけれどもここは罰でしょうと。 参議院選挙でありますけれどもそれでも3倍を超えて違憲状態ではないというのはおかしいよねどう考えてもと思うのですが、まあ、これはもう皆さん各自でそれぞれ判断していただければなというふうに思いますが、まあ、小島裁判官などは。 きちっとしたあいわば反対意見を少数意見、補足意見も含めていろんな意見をいろんな裁判で書いてくださっている方ですからつい丸をつけたくなっちゃいますが丸じゃないですからねあくまでも、えー、これは罰をつけるよくない、えー、裁判が罷免にすべきだという裁判官に罰をつけるというのが一、まあ、つポイントですよということであります。こんんな裁判官の国民審査もあるんだと いうこともしっかり意識しながら、さまざまな広報などに触れていただければなというふうに思います。さて、それでは、各種研修のお知らせなんですが。え、司法試験の受験生の皆さんや、今年の司法試験の発表、まあ、十一月六日でありますが、合格。 発表の掲示これが試験地の掲示板での掲示これが今年も行われるということが発表されました私はまあ東京の発表会場でありますけどね法務省のところの横のその東京の発表会場に私とそれからまた岡口さんと一緒に岡口講師と一緒に行きたいなと会場に出向きたいなと思っています それから伊藤塾の渋谷の東京校において合格報告会、まあ、これも例年やってるものなんですが報告会発表当日11月6日の4時半からそれから週末は土曜日の4時半から、まあ、講師がお待ちしていますのでぜひ喜びの声を伝えに来ていただければなそして、えー、受験番号を締めこれを掲示したものを伊藤塾の中にも。 玄関のところに貼っておきますのでそこで記念写真を撮ったりだとかあ本当に楽しい時間を過ごしていただければなと思いますそして、えー、合格発表の後クルージングが待ってます東京湾クルージングこれは11月の27の水曜日神戸港クルージング11月23の土曜日になります東京湾のクルージングは11月27日神戸港の方は11月23日のクルージングになってますのでぜひこちらにも参加していただければなとお待ちしています 公務員の受験生の皆さんへ、まあ、前回もお話をしたんですが、一般職での教育分、この試験が始まりますということなものですから、もう大学3年生から受験できますしね、えー、専門科目もないよということなものですから、本当にチャンスではないかなと思います。この一般職に合格して、そして合格の身分を手に入れた上で、様々な就職活動をしてみたり、他の公務員試験に挑戦したりというメリット、安心感もあるのかなと思います。 でまあ、時間の余裕も生まれますからね、うん、そこで留学をしてみたりもちろん大学の授業をしっかりと聞いてみたり部活やアルバイトいろいろな形で時間をうまく有意義に使えるかなと思いますこうした学生生活を充実させるということと官庁訪問本当に自分が行きたい官庁訪問をしっかりとその準備をするということ両立できるというのもとてもメリットかなと思います 伊藤塾ではこの一般職の教育分のためのコースこれを新設しています。えー、合格そして内定のためのノウハウの蓄積があるこの伊藤塾ではぜひこのゼミえ講座これを受けて。 合格内定勝ち取っていただきたいなと思いますでこのゼミの初回なんですが10月28日の月曜日に初回ということになりますまさにこの合格そして内定を取るために今から準備をすべきことは何なのかとさまざまな情報の提供も含めて、えー、行うゼミ初日なのでぜひ参加していただければなと思います、えーまあ、費用負担を軽減させるためのキャンペーンなどもいろいろありますからねぜひご相談いただければなというふうに思います 司法書士の受験生の皆さんへのメッセージなんですが明日の司法書士講座10月17日の木曜日に実施されます今回は小谷照文先生から地元で活躍する U ターン・ I ターン司法書士の魅力ということで全国各地で活躍できる司法書士の魅力についてお話をいただきたいと思います小谷先生は大学3年の時に受験開始してそして卒業した年に合格 で若くして合格した後地元の高知に帰り翌年独立開業をされているんですね。で、まあ、戻ってすぐ開業した当時24歳社会経験もなく5年もなく何もない中で開業しい、えーまあ、わばあ縁もゆかりもない土地地域ではあったらしいんですけどいくら地元といってもね,ねそこで、まあ、頑張ってこの地方だからこそ小書士は活躍できるということで、まあ、その後いろいろなお仕事をされて。 で23年の5月去年の5月から高知県司法書士会の会長を就任されそんなお仕事もされている方なんですねですから地方で司法書士開業して活躍をするという、まあ、その現場のお話いろいろ皆さんの中にも地方で活躍したいという方も大勢いらっしゃるかなと思いますので参考になるお話を伺えると思いますのでぜひ参加していただければと思います 行政書士の受験生の皆さんへなんですが合格講座のコース別質問会これの実施のご案内です、えー、まずはコンプリートコースこれは清水講師の質問会清水新介講師の質問会10月19日の14時、えー、これは土曜日の14時からですねそれからスタンダードコースの方の質問会は藤田良平講師によって同じ19日10月19日のこちらは夕方17時からということになります ま自分は全くね法律だとか無知無縁だったんだけど自分でも大丈夫でしょうかついていけますかねとかどれぐらい時間がかかるんでしょうかとか本当にこれから始める初心者だからこそのいろんな悩みや不安もあると思います、まあ、どんな質問でも構いませんので「勉強時間どれくらい取ったらいいですか?」とかね「ねゼミとかスクリーングとかあるみたいなんだけどどういうことやるんですか?」とか「スクリーングとか出て怖くないですか?」とか、まあ、いろんなご質問あるかと思いますのでぜひここで不安を解消していただければなというふうに思います。 10月19日土曜日の14時からとそれから17時からということになっています翌20日20日10月の20日の日曜日は「宅検試験」ですねいよいよ10月20日の本試験ということになりますこれまでこの「宅検試験」に向けて努力をされてきた皆さんも大勢いらっしゃるかなと思います まあ初めてこういう法律の試験を受けますということでちょっと緊張しているという方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますが大丈夫です緊張は力になりますそしてこれまで勉強してきたことは必ず本試験でいきますからねただまあその五十問の問題ですが中には難しいあれと思うものもあるかもしれませんからうまく時間配分を考えて。 まあ難しいものを全部解く必要はないですからね、場合によっては飛ばし飛ばしでいいですから、うん、最後までたどり着いて、そしてまた時間が多少余れば戻ってきて解く、まあ、そういう解き方の時間配分などもうまく配慮して、決して満点なんか取る必要はないですから、取れるものを確実に、えー、そして一歩一歩進んでいけばいいだけのことです。 緊張は力になりりまますから心配いりませんあとは時間配分だけ今言ったように気をつけながらこれまで努力してきたことその成果を発揮して自信を持って今までやってきたことに自信を持って堂々と勝負してきていただければできれば本試験を楽しんできていただけるととても嬉しく思います頑張ってきてください まあこれから宅研試験もちょっと考えてみるという皆さんも30万人ほどから受験生が多いとても大きいこれ試験ですよね、えー。まあその権利関係民法のほかに、まあ、業法ですとかさまざ、あ、まな法令上の制限だとか、えー、あったりはしますけれども一等軸で、まあ、法律をちょっとでも勉強している方ならばあコツをつかめばちゃんと合格をしていけるそんな試験ですからあ宅研試験も。 まあ、勝ち癖をつけるという意味では挑戦しがいのあるものかなと思いますので伊藤塾の講座やってますからぜひ参加していただければと思いますさて今日はここまでにしましょうお急になんか寒くなったりということもありますし雨降ったりまた秋晴れだったりいろいろ天気の変化もあります。 健康に留意しながら一歩一歩それぞれ皆さんお一人お一人がやるべきことを淡々と前に進めていっていただければなと思います私も一週間また頑張っていきます今日もどうもありがとうございました終わります